ナンバー4番石川まりなです。フェリス女学院大学1年生です。将来は言葉、表情、演技を通して相手に寄り添う俳優を目指しています。私は幼い頃からテレビを見るのが大好きなテレビっ子でした。画面の中の女優さんや俳優さんを見て様々な感情を学んできました。当時抱いた憧れを胸に、今度は私がいろんな人に夢を与えられるような存在を目指しています。よろしくお願いします。私の、おばで歌手活動もしていて、幼い頃からずっと憧れの存在です。石川さゆりです。はい、同じくおばで、すごくコンサートやテレビ番組はもちろんなんですが、被災地に実際に行って歌で喜びを届ける姿が本当にいつも見ていて尊敬する姿で、私もいつかこういう風になりたいなというふうに思っています。はい、先日と話をしたんですけど、本当に自分らしく、マリナらしく頑張ってねっていう風に、人生で一度しかない経験だから、10代の今のうちにいろんなことを経験しておいてっていう風にアドバイスをしてくれました。